市の江坂駅から大阪市内を経て大阪府堺市北区の中本駅までを結ぶ大阪市高速電気軌道の路線正式名称は高速電気軌道第1号線鉄道用欄では1号線と記載されている駅番号を表す際に用いられる路線記号は M 路線愛称の由来は大阪市のメインストリート御堂筋の地下を走ることからラインカラーは 都市の大動脈をイメージした園児職である。大阪市内の主要駅である新大阪駅、梅田駅、南波駅、天王寺駅を直線的に結んでいる。大阪の市内交通における大動脈かつ最重要路線であり、梅田駅、淀屋橋駅間は日本の地下鉄では最も利用者が多く、梅田駅は地下鉄1路線の駅としては日本で最も利用者数が多い駅であり、 大阪メトロにおける最大のドル箱路線となっている。日本の地下鉄で最も黒字の路線でもある。地下鉄利用者数も2000年以前は日本一であったが、2019年度の1日平均輸送人員は118万人5000人で、東京地下鉄の東西線、丸の内線、千代田線、日比谷線に次ぐ第5位。 2020年度の1日平均輸送人任は84万人9000人で、東京メトロ東西線、丸の内線、千代田線に次ぐ第4位である。江坂駅から北大阪急行電鉄南北線と、相互直通運転を行っており、道路線の延長路線として機能している。新大阪駅以北を呼び、天王寺駅以南は主に住宅街が広がっており、 郊外と大阪市中心部を結ぶ役割を合わせ持つ。御堂筋線は大阪では初、日本では東京地下鉄道に次いで2番目、公営では日本初の地下鉄であった。都市計画学者の管一代の名代大阪市長により、御堂筋の拡張、整備とともに計画され、1933年に大阪市営地下鉄として、梅田駅震災橋駅間が開業した。 第二次世界大戦前から日本に存在した本格的な地下鉄は、御堂筋線と当時民間により建設、運営された現在の東京メトロ銀座線だけであった。御堂筋線開業以前、梅田から南波まで中心市街地が5番目上に形成されている大阪では、比較的早期にターミナルを構えた、私鉄王国と言われた関西大手私鉄と、 市街地のターミナル駅を直線的に結ぶ路線のある大阪市電の路線網が支持されていた。このような背景を持つ大阪市街において南北のターミナルである梅田駅、南馬駅、天王寺駅に加え大阪市長が所在するビジネス街の淀屋橋や一大繁華街である新災橋などを直線的に結んだ御堂筋線は開業以来大阪都心部の大道脈として 不動の地位を築いた大阪市電に代わり、大阪の地下を高速で結ぶ、新たな大動脈として作られた。開業当時から先進性の高い路線で、天井が高いかまぼこ型の宮殿型天井や重量編成でも、十分に止められる長いホーム、エレベーターなどが装備されていた。しかし、当時の大阪市電と比較すると料金が高かった、ことや、 地下に一度降りなければ利用できないことなどから、市電と比較すると身近ではなかったようである。戦中、地下に避難できれば、焼夷弾を免れるなどの理由から徐々に存在感が増していき、市民に身近な存在として受け入れられていった。戦後、モータリゼーションの激化により、大阪市電が順次廃止され、1964年9月に、東海道、 山陽新幹線との乗り換え駅である新大阪駅が加わると、御堂筋線の重要度はさらに増した。市営文老主義の緩和もあり、御堂筋線と接続していなかった、私鉄線もまず、京阪本線が、天馬橋駅から1963年4月に、淀屋橋駅まで、 ついで銀鉄奈良線が1970年3月に大阪上本町駅から大阪南場駅まで延伸され、御堂筋線と接続した。他の地下路線との交差部分は、淀屋橋駅の京阪本線以外は、御堂筋線が上を通っている。御堂筋線は関西大手私鉄五社前社の路線と接続しており、西中島南方駅で阪急、梅田駅で阪急、 阪神、淀屋橋駅で、京阪、南馬駅で、南海、近鉄、阪神、動物園前駅で、南海、天王寺駅で、近鉄、中本寺駅で南海と接続している。大手私鉄以外では、動物園前駅と天王寺駅で、半海電気軌道と、中本寺駅で、千木高速鉄道とも接続している。また、大阪メトロの路線では、 他の8路線のうち谷町線、四ツ橋線、中央線、千日前線、堺筋線、長堀鶴見緑地線の6路線との乗り換えが可能である。路線の延長に伴い谷町線と同様に起点と終点の両方が大阪市街となっている。1995年に東京以外の地下鉄で初めて重量編成の運行が開始された。 2016年度以降の導入を目指し、ホームドアの導入が検討され、2009年度から調査が開始された。天王寺駅と震災橋駅には2015年3月1日までに設置され、その他の駅については2021年度までに全駅に設置する予定である。なお、ホームドアは他路線と違い車掌が開閉を行う方式のため、 車両のドア閉めから出発までの時間が多少伸びることになった。ホームドア設置駅では、車掌は出発合図後に乗務員室の小窓から顔を出さず、最後車両がホーム終了位置を過ぎるまで車内から後方を監視する。2020年1月24日には、国土交通省と連携して、終電を通常より2時間遅くする、社会実験を実施した。 沿線エリアの夜間の消費動向や人口流動、交通需要に与える影響について調査し、合わせて深夜運行実施に際しての交通事業者側の課題や対応策についても確認するのが目的である。当初は同年2月21日にも社会実験を実施する予定であったが、 新型コロナウイルスの流行と2月以降のシニア隊の利用客数が減少しているとして中止となった。地上を走る御堂筋の建設目的と同様に、梅田と南場を、船場、島の内経由で結ぶほか、天王寺、新大阪の鉄道結接点も経由して、大阪市のほぼ中央を南北に従貫している。江坂駅から中津駅の手前までの地上区間は、 直通運転先の北大阪急行線から続いて、新水道筋の中央部を走行する。両側にビルが立ち並ぶ江坂駅を出ると、神崎川を渡り、水田市から大阪市に入り東三国駅、新大阪駅と続く。新大阪駅では、東海道、山陽新幹線の真下に、ホームがあり、日中の半数の列車が、 天王寺方面から折り返す。阪急京都本線との接続駅である、西中島南方駅のすぐ先で、淀川を渡り、右にカーブして新緑筋と分かれ、地下に向かって折り始める。トンネルの入り口のすぐ先で、梅田貨物線と交差して、中津駅に到着する。この駅から、天王寺駅までの始発列車も多数発着している。この先は、 終点の中本駅まで近く間で、梅田駅南場駅間は、御堂筋、天王寺駅阿弥子駅間は、阿弥子筋、阿弥子駅以南の境市内区間は時は、まっ線の地下を走っている。大阪随一のターミナルである、梅田駅を発車するとすぐに急カーブの連続となり、中野島や大阪市役所の最寄り駅である、淀屋橋駅、船場の中心で、船場センタービルのある、 本町駅、島の内の震災橋筋商店街の最寄り駅である、震災橋駅、南海、近鉄、阪神南波線のターミナル駅である、南波駅に到着する。南波駅を過ぎると、御堂筋から離れ、四つ橋線との接続駅である、大国町駅に着く。その後東に向きを変えて、新今宮駅や新世界、大阪市天王寺動物園最寄り駅の、 動物園前駅、御堂筋線で、屈指の規模の駅である、天王寺駅に到着する。この駅では半数近くの列車が折り返す。天王寺駅を出ると、再び南に向きを変え、昭和町駅、西田鍋駅、J リーグの試合や FIFA 主催、主幹サッカー国際試合が開催される、長井陸上競技場や長井球技場のある、長井公園の最寄り駅である、長井駅。 阿ビ子駅と続く。阿ビ子駅までが大阪市内のため、長らく阿ビ子駅が終着駅であったが、その後1987年にそのまま地下線で大和川を潜り堺市へと延伸された。イオンモール、堺北、花田の最寄り駅北花田駅、新金岡駅と過ぎて南海高野線、仙北高速鉄道線と接続する終着駅。 中本津駅に着く。相互直通運転を行っている北、大阪急行線と一体的なダイヤが組まれている。全線を直通する千里中央駅中本津駅間の運転と途中駅で折り返す新大阪駅、中津駅天王寺駅間の運転の二つの運転系統があり、この二系統を原則として交互に運転している。大運転。 小運転はそれぞれ朝は4分30秒間隔、日中は8分間隔、夕方は5分間隔、夜は10分間隔で運転される。大運転と小運転が重複する新大阪駅、中津駅天王寺駅間は、その半分の運転間隔となり、朝のピーク時は2分15秒間隔、日中は4分間隔、夕方は2分30秒間隔での運行となる。 小運転の運転区間は、平日日中と、土休日のほぼ終日は新大阪駅発着のみで、中津駅発着は平日は、朝夕ラッシュ時、深夜に新大阪駅発着と交互に、土休日は、深夜の数本のみ設定されている。朝、夕、夜には新大阪駅、中津駅から、新金岡駅、中本駅間の運転や、平日朝には新大阪駅、 中津駅、阿鼻子駅間の運転がある。中本県車場への入出庫は原則中本駅から改装されるが、ラッシュ時など、中本駅での折り返し時間が確保できない、時間帯は、新金岡駅発着,着が設定されている。その他、早朝には、天皇陣発千里中央駅が一本、平日朝には、新金岡発カ千里中央駅が一本、起点である。 江坂駅を理解し列車が早朝に3本と深夜に2本、深夜に中本初発天王寺駅が1本設定されている。北急車は大運転のみの運用である。なお、新大阪駅天王寺駅間の往復運転系統は局内では通称中運転として取り扱っている。九百七十年に開催された日本万国博覧会の会場アクセスのため、 当年に、江坂駅から北大阪急行電鉄東西線の万国博中央口駅まで相互直通運転を開始した。万博終了後は、東西線が廃止されたため、直通運転区間は千里中央駅までとなった。なお、運転手と車掌については、江坂駅で北大阪急行電鉄の社員との交代が行われている。運転間隔は概ね以下の通り、 毎年8月に開催される名庭淀川花火大会では、梅田駅、西中島南方駅が会場の寄り駅となるため夜に小運転を中心に臨時列車が運転される。長井駅を最寄り駅とする長井陸上競技場でのイベント開催時には、天王寺駅発着の小運転が、阿鼻子駅、新金岡駅発着に延長されることがある。御堂筋線は、 他の大阪メトロの路線と同様に発車メロディ接近メロディが使用されているが、戦術した通り、この路線は、終日にわたって激しく混雑し、場合によっては、駅係員の手合図が、車掌から確認できなくなる、恐れのある区間があるため、新大阪駅天王寺駅間で、客扱い終了合図表示器が設置されている。客扱い終了時の合図は、表示器に、 大々色で、とと表示される。安全確認ができ、発車して良い時の合図は、表示器に、緑色で、と表示され、同時に一部の駅の日中から終電までは、電車が発車します。ご注意願いますという駅自動放送が流れる。2002年11月11日から編成中ほどの6号車が、女性専用車両となっている。 導入当初は平日ダイヤの始発から9時までの設定だったが2004年9月6日から平日ダイヤの終日に設定されている。女性専用車両には小児、幼児や障害者と会場者、保護者は性別不問で乗車できる。また、土休日ダイヤの日は未設定である。なお、大阪メトロ保有車両は一部を除いて6号車に車体広告が掲示されており、 遠くからでもこの車両が女性専用車両であることが判別できる。また、3万系は6号車のみ、他の号車と異なる色の照明、内装となっている。大阪メトロ保有車両の一部と北急の車両はステッカーのみの掲示である。当線に乗り入れる北、大阪急行電鉄南北線の車両。北大阪急行電鉄の車両はもっぱら、直通列車にのみ使用され。 地下鉄線内のみの運用はない。ただしダイヤが乱れた際は地下鉄線内の運用につくことがある。期間は未動筋線での運用期間。形式は運用当時のもの。未動筋線は民営改善、日本の公営地下鉄で最も黒字額が大きいドル箱路線であった。2015年度決算における計上収支は約361億円の黒字。 営業収支は約369億円の黒字。営業係数が44.8であり、大阪市営地下鉄の中でも収益の4割以上を占めていた。また、2014年度の1日平均輸送人員は113万5322人で、第2位である谷町線の倍以上の輸送人員を記録している。これは、大阪市営地下鉄のみならず、 日本の公営地下鉄で最多だったほか、民営地下鉄の東京地下鉄を含めても、東京メトロ東西線、東京メトロ日比谷線、東京メトロ千代田線に次ぐ輸送人員であった。営業係数は、日本の公営地下鉄では1位の名古屋市営地下鉄、東山線を大きく上回り東京メトロの路線を入れても未同筋線が他を大きく引き離しており、 名古屋市営地下鉄の東山線や東京地下鉄で最も営業係数が良い東西線が2位を争う状態である。御堂筋線の営業係数は東海旅客鉄道の東海道新幹線や東日本旅客鉄道の山手線などと並び、日本鉄道業界でもトップクラスである。2020年度の朝ラッシュ時最混雑区間は梅田淀屋橋間であり、 ピーク時の混雑率は116%である。1960年代は混雑率が260%を超えるなど近畿屈指の悪名高い混雑路線であったが車両の増結が進められて1996年からは全列車が重量編成になり平行路線へのシフトが進んでいることから混雑緩和が進んだ。それでも混雑路線であることには 変わりなく、特に、地里中央発の中もず行きは、非常に混雑する。ダイヤが乱れた場合などは、駅員による押し込みが必要な場合もある。ミドース事船は、昭和初期の不況の真っただ中で着工したこともあり、失業対策や景気対策も兼ねて作業員には、可能な限り多数の失業者を雇用、トンネル掘削なども極力人海戦術を用いる、方針が取られた。 しかし、厳しい肉体労働ゆえに採用された労働者が定着せず、工程管理上深刻な問題となった。また、梅田駅付近の地質は非常に悪く、その上当時の土木技術は未熟であったため、梅田駅建設時の崩落事故や淀ド橋駅北側の漏水による崩壊事故など大規模な事故に見舞われた。さらに、沿線のビルがいくつか傾斜。 沈下し、所有者から、莫大な保証金を要求された。加えて、土佐堀川、長堀川、道頓堀川などの運河が機能していたため、それらを封鎖せずに建設する技術が求められるなど、かなりの難工事であったという。しかし、こうした難工事が結果として、日本の土木技術の向上に大きく貢献することとなった。1933年、 トレーラークレーンがない当時、製造された車両は、梅田駅から人力、または牛に引かれ、御堂筋の平野町3交差点付近に開けた、搬入口から徐々に下ろされ搬入された。開業当初、御堂筋線はわずか1両編成での運転だったにも、かかわらず、当時から、すべての駅のホームが、将来を見越して17メートル急車による8両編成に、 対応するように建設されていた。当初は17メートル級車の12両編成対応で建設が進められたが、あまりに過剰投資が過ぎるとして、中津以北及び大国町以南については8両編成対応に計画変更された。このために1008年現在でも地下設備についてはほとんど手直しなしで当時よりやや大型の19メートル級車による10両編成で、 運行を行っている。ただし、乗降客数が課題で、ホーム面積の拡大が求められた、梅田駅及び、南馬駅については、大規模な工事を実施し北港と南港を分離した。梅田駅の拡張には、谷町専用のトンネルが転用された。また、中津井北及び大国町以南の各駅については、障害となる。 各種施設の移動やホームの延伸工事を段階的に実施し最小限の手直しで重量編成対応化が実現している。トンネルの断面積は天地方向に余裕を持って決定された。これは後の冷房火事に広いトンネル断面が大きな貢献をしている。また、郊外鉄道の1500ボルト区間への乗り入れを考慮して第三期場の電圧は その半分の 750V とされたが、この電圧は、第3機乗方式による給電とともに、未動筋線での重量編成というような、長大編成の運行を支える形となっている。一方で、第3機乗方式を採用したことにより、第3機乗の軌道、台車との位置関係及び無通電区間の、車両編成による、短絡防止にかかる、 制約のため、運行される車両の車体長と終電靴を、取り付けられる台車の台車中心間距離について、制約が生じた。在販施設の車両限界との相違も含め、この車両設計の制約ゆえに、施設側も大阪市側も、気候の複雑な副電圧車を用意する、動機づけにならず、結果として乗り入れる施設は、北大阪急行電鉄のように、 同一規格の軌道及び車両を用意することとなった。梅田駅ホームの天井と旧照明最初に開業した梅田駅震災橋駅の各駅のホームは、ドーム状の高い天井とシャンデリア風の蛍光灯照明を有している。未動筋線の特徴であるが、混雑緩和のため、ホームと天井の間に中2階のコンコースが作られ、 現在では高天井のまま残っている部分が少なくなっている。戦時中、大阪市は限界に達していた梅田地下検車場に代わる車両基地として阿ビ子検車場の用地を購入していたが、肝心の天王寺駅阿ビ子駅間の工事が中断したままであった。やむなく西長井駅に検車場を建設して大鉄線との交差地点以南からは、 仮線を地上に付設する計画を立てた。1943年11月26日に大阪市は天王寺西長井仮線付設、西長井町仮設車両修繕設備設置の件と申請書を大阪府に提出した。しかし、翌1944年9月に内務省側から南海平野線との平面交差の問題点や、 第三期上の踏切における安全性などの措置についての紹介が出され、大阪市はそれらの課題を解決できぬまま、資材不足もさらに深刻化するなどの要因が重なり実現は困難と判断。1944年11月申請を取り下げた。なお、1950年5月に大阪市は安倍野区三名町に安倍野県社場を建設。 1954年の長い県車場完成まで使っていたが、安倍の県車場以北に踏切を一箇所設けていた。大阪市地下鉄建設50年市によると、天王寺駅西田辺駅間 3.1km については、1938年11月に着工するも、戦時中の資材不足と王将による人手不足から1943年に工事が中断。 戦後の1950年6月に工事が再開するも今度は資金難を理由に南海平野瀬に難の,の780メートルの区間が開け溝で開通し駅部分を除いては天井が省略されたその後大阪市南部における道路交通量の増大によって阿鼻コ筋の建設機運が高まったことや梅雨や台風などによる 大雨の時には乗り面が崩壊する恐れがあったことなどから、円外工事が実施され、1958年11月に地下化された。この御堂筋線の地下化後に、阿ビ子筋が整備されている。中本駅への延伸時、当初は、戦北高速鉄道と乗り入れる構想もあったが、両社局の機関、終電方式、電圧及び、車両規格の相違などから見送られた。 上記のキロ数は、実記録間は構想、答申、計画が出された時点において、未完のものを示す。全駅大阪府に所在。以下は、御堂筋線との相互直通運転区間である北、大阪急行電鉄南北線の江坂駅、千里中央駅間を利用した輸送人員である。音楽館より、御堂筋線の中本駅から、 北大阪急行の千里中央駅までの全線をゲーム化したソフトトレーンシミュレーターミドース筋線が発売されている。プレイステーションに用 DVD ロム。車両は1 0二2 1系、北大阪急行8 0 0 0を選択することが可能でシリーズ唯一の夜間運転ができる。車内放送は駅ナンバリング制度導入前のものだが走行中にリアルに流れる。 またダイヤによって、中本駅及び、千里中央駅の発着番線や天王寺駅、南馬駅、梅田駅など主要駅の構内アナウンスが変わるのも特徴である。近く間の映像は、どのダイヤを選択しても同じ映像が使われている。2008年現在、シリーズで唯一の非一般販売ソフトで、大阪市交通局及び北大阪急行から直接購入できる。 ありがとうございます。